その名で呼んではいけない。放送禁止用語になった巨大クラゲ。突然ですが皆さん、こちらのクラゲの名前はわかりますか？実はこのクラゲ、越前クラゲと呼んではいけないのです。英語では、ノムラーズジェリーフィッシュ。学名は、ネモピ、ウィンガーディアンレビオーサ。海外ではこの野村クラゲという名前で広く知られています。ちなみにこの名前は発見者の野村寛一氏にちなんで付けられました。以前はテレビでも越前クラゲと呼ばれていましたが、大量発生により漁業に深刻な被害を与えるこのクラゲが、福井県の越前町にネガティブな影響を与えることを避けるため、大型クラゲと呼ぶようになったのです。海外と同じように野村クラゲと呼んであげるといいかもしれないですね。このクラゲ、食用としての品質は低いものの、ムチンが豊富に含まれているため、これを化粧品や再生医療に利用する研究も行われています。このクラゲを有効活用して、漁業の問題を解決できるようになるといいですね。